Feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you got me falling down. I wonder if I can get. どうも、どんぞこです。今日は一件終わりました。はい、8時半でですね、はい、で群馬来て、で千葉です。はい、結構ハードって荷物の量のハードの場合と、移動距離の場合のハードあるんですけど、移動距離のハードですね。力的には大して今日は使わないと思います。ということで、やっぱ都内とかよりこの方が走りやすいな、ということで、プロパンガス配送の、器物破損ベスト3、はい、まあ私が思うベスト3ですね。はい、まあこれね、もうこのその仕事やったらゼロってことはまずないと思います。誰もがや壊します。はい、ということで、何からいこうかな。一応順位つけようかな。まあ思いつきの順位ですね、ほぼ。はい、統計上じゃないです。ということで、まあ、3つ以外にもあるんだけど、まあいいか。第3位、はい、第3位がまあこれマンホールの蓋ってみんな言うんですけど、まあ、浄化槽の蓋ですね。浄化槽か、まあ、雨水とかの蓋ですね。あと水道メーターの蓋とか、水道メーターか、なんだ、あの水道の蓋ですね、あの地面にある、はい、これの、あの破損ですね、乗り上げ。まあ基本的にはあの車、トラックでの乗り上げでの破損ですかね。まあ、うん、そうですね、うん、私の場合は蓋どころか、50キロ手押しの台車で運んでて、浄化槽そのものの本体が割れたっていうのがあったんですけど、めちゃくちゃ特殊ですねこれは。はい、ありえない話ですけど、まあそんなのもありましたけど、まあ、浄化槽の蓋、これですね、新人でなくても結構やりますね。で根本的に2パターンかな。やばいって分かってんだけど、もうそこを乗らなきゃって乗っちゃってやっちゃうパターンと、あとはもう基本的に乗ったらやばいよっていうのを知らないで乗るパターンですね。はい、でまあよくあるパターンで言うと、要は道路があって、道路に面してそのお客さんの車庫ですか、車庫がある。だいたいね、浄化槽の蓋とかそういう蓋はその車庫にあるんですよ、よく。でそこにトラックを入れようとして、まあ、踏むとこにあるんですよ、しかも乗り上げて割っちゃう、うん、っていうのと、あと田舎の方の家だと敷地広いじゃないですか。でまあだいたいボンベって家の裏についてるんですけど、そこを奥ギリギリまで行こうと思って、その途中にある蓋を踏んづけて、割るような感じですかね。はい、でこれ回避の仕方ってあるんですけど、なんて言うんだろう、結構都会の方の市街地とかの建売りとかそういうとこだと、
まあ交通量が多い、交通量が多くて止め、そこの前に止めらんないとか、止めると邪魔になる。だからもうそのお客さんの駐車場に入れるしかないって感じで、入れるパターンがまあ結構あるし、まあ、自分も回ってて結構入れてやってんのを見てたんですよ。で、まあ私がどうしてたかっていうと、基本的には乗らない嫌だから、まあ、私自身も回ったことあるんですけど、基本的には乗らない。そこに入れられても、入れるスペースがあってもで、まあ、正直邪魔になっても道に止めてやる、やってましたね、はい。でね、自分が止めて迷惑になってんなって大体自分で分かるじゃないですか分かって止めてるんですけど、で、まあ、よくあったのは、もう後ろでもう渋滞してんすよ車自分が止めてる後ろがねもうね、そういう時はね、見ないことですね後ろ見ないで、まあ申し訳なさそうに一生懸命急いでやってる風に演技をしましょう、はい。そんなところですね。で、あ、これはね補足ですけど、積水ハウス、積水ハウスの家は特に注意しましょうね、はい。これはあの普通の建売りとかの家とかだったら、私も割っちゃった時とかに、今ホームセンターとかで売ってるんですよ蓋で。そんなにね高くないんですよ。確かね3000円4000円ぐらいだったと思うかな、ホームセンターで売ってるのはねだけど積水ハウスのやつは積水ハウスの蓋なんですよ確かちゃんと積水ハウスって入ってるんですよ、名前が蓋に。で高いっす、高いんで、もし積水ハウスの現場があるとしたら、でそもそもがそれに限らず、もう基本積水ハウスで建ててる人って金持ちじゃないですか。だからなんか壊した時とか結構高くつくことが多いですね、はい。ちゃんとしてなきゃ、ちゃんと しなきゃ嫌だみたいな感じで、はい。だから気をつけた方がいいですね。あれ、これだけで結構喋っちゃったな。2位行こうかな、2位まで行くか。で、じゃあ第2位ですね。ですね、2位は雨どいですね、はい。雨どいって大抵家の角についてるじゃないですか。でボンベ運ぶ時ってまあ大体右回りでも左回りでも家と壁の間を入の奥についてるっていうのがまあ結構多くて、でその入り口の家と壁の間に、しかも内側、ね、に雨どいって結構ついてるんですよね。でここ入る時に、手押しの台車で、よくあるのがタイヤのところのナットですね。あれ引っ掛けて割っちゃうみたいな。まああとは台車じゃなくても50キロとかで、まあ、転がしではないかな、エッセコ膝送りみたいな感じでやるときに当てて
パリンってなっちゃう。だ手牛の台車の動画出した時に、なんだっけあそこ名前忘れちゃったメーカーなんだっけ、松なんとかってメーカーの紹介した時に幅狭っていうのがあったんですけど、それって多分だけど確かだけど、あと要はそのナットの部分がこう確かあの台車の幅に収まってるんですよね、だと思ったんですけど、だからそれがの方がいい、できればいいって言った記憶があるんですけど、うん、で雨どいもね、一回で自分で直したこともあるんですけど、やっちゃったの。作業大したことないんですけどね、あれ。だけど、雨どいとかも、あの、積水のやつとかって、もう、ものが違いましたね。自分じゃなくて、他の人がやった時の、ちょっと、あれ、管理職の時かな。見に行って、あれ、ずいぶん立派な雨どいだなと思って。じゃあ、おそらくそれも金額全然違うと思います。でね、余談ですけど、話取れちゃうな。物壊した時に、それってどうなるのか、弁償するのかとか、ペナルティとか、なんですけど、私がいたとこは、会社が、2件ともそうですね、会社が、その配送時の器物破損の、保険に入ってましたね、はい、だから、ゼロかと思いきや、1件はゼロですね、はい、何のお咎めもなしです物壊しても。で1件はその金額が、修理代がいくらだっけな、1万円以上だったかな、修理代がの時は手当が引かれますね、はい、無事故手当かな、はい、確かそうだよ、無事故手当が、1万円だったのかな、だから、1万円以内のだったら自腹で弁償してた記憶がありますね、そんな感じですかね。で他のガス屋さんなんかがどうなってるかは分かんないですけど、持ち込みとかだと弁償なのかな、その辺はよくわかんないですね。まあ私がいたところは、特に全額自分で自腹で弁償みたいなのはなかったですね、はい、そんなに、大した金額じゃないと思ってない。まあ正直ね、その破損でも結構な金額になる場合もありますからね。考えると持ち込みとかってリスクがあるんですかね、それとも個人で入れる保険みたいなのもあるんですかね、わかんないですけど、ということで2位までですね、とりあえずここで1回締めます、はい、ありがとうございました。